本社の CEO はですね、英語が全くできませんで、日本語でやろうと思います。ちょっとこういう経路の違ったのもいいんじゃないかなと思うんですけど、私たちはそのように納得していますけども、天国のバラという曲でお別れをしたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。アンコールがなかった試しがございません。ありがたいことでございますね。皆さんもまだどこかのフェスがあったらこういうフレーズ使われたらちょっとウケるかもわからないですけど、三原尾道宇宙あたりではですね、このフレーズを見ると結構ウケるんでありますね、はい、で最後にさよならが言えないという曲でお別れをしたいと思います。ありがとうございました。はい、
嬉しいなと思いますが、よろしくお願いいたします。続きまして、
さんって言います。今治港音楽横丁を毎月盛り上げ、一生懸命の盛り上げていっておられるメンバーの一人です。で、私たちもできる限りその港音楽横丁に、参加させていただいてるんですけど、そこで何回かお目にかかって今日初出演ということになりました。どうかよろしくお願いいたします。準備がなかなか大変なようでございます。今3時半近くになりましたけれども、5時ぐらいになりましたら、朝倉フェス、ナンバーワンの人気おでんと鶏の唐揚げが参りますので、ぜひぜひお楽しみにお待ちくださいますように、よろしくお願いします。どうもこんにちは。港今治音楽学長というイベントをやってまして、朝倉ブルースグラスクラブの皆さんにお世話になっています。今日もお招きいただきありがとうございます。それでは3曲やらさせていただきます。まず1曲目なんですけど、ちょっと私港の方と生まれて、その港今治の港にあった教会の鐘の歌です。今治にあったその港の教会は、四国で初めての教会だったそうで、そこにあった鐘っていうのが日本三大要衝の鐘の一つって言われていまして、でその三大要衝の一つは、一つは札幌時計台の鐘で、あと長崎のグラバー邸にある天主堂、裏上ですかね、大浦ですかね、どっちかの天主堂、それと今治の鐘だったらしいんですけど、今治の鐘は戦争の時にちょっと持って行っちゃったみたいで、それで今はないんですけど、その鐘が鳴ってた時は我らの今治の町も平和に暮らしてただと思う、そういう思いもありまして、またその鐘が鳴ったらなという思いで平和の鐘っていう曲を作りました。それでは聴いてください。
時計台の鐘は鳴っているのに、この街のあの鐘はもう鳴ることはないのか。手を合わせ祈ろうよ、手を取り会おうよ。昨日をと明日をつなぐ今を共に生きよう。ああ風の日も鐘は鳴り響く、あの海にこの街に響き渡っている。来た人たちの幸せ祈ろう。Yeah!
どこかで巡り会えたらそう一回頼もうとチャンスリーゼI'm gonna
Thank you.